両サイド。LS 用で出てるんですかこれ。ああ、あります。メーカーはなんかあるの？メーカーというあれじゃない。まあでもこれもね、キラキラ感が増して。すごい。この色もだけど珍しいよな。よく出てきましたね。どうですか。動きましたね。お、あ、本当だ。あ、動いた動いた。落ちてきましたね。もう開閉もできるわけなんですか。開閉、ディスプレイの開閉があるから。あ、あすごい、これもリッチの装備ですよね。これじゃあいろんなテレビだとかそういうのもリモコンでパッパッてね。そうですね。本格的だよな、リモコンも。ねえ、テレビの。もちもとっていいね。ペラペラじゃなくて。本格的ですよね。本格的じゃないですか。リモコンですね。ねえ。これ、すごい。本当のリモコンみたいですね。うん。これはね、あれ。あ、これでリモコンテレビあるんだね。すごい、これ本格的だよね。D ボタンで。あ、D ボタン。D ボタンあるよ。投票とか。青とか赤とか。あ、普通の家のテレビと一緒じゃん。うん。カラフルなボタンついてるとか。だよね。使わないですよね。使わないですね。使わないですね。他にもなんかね、あるか。マッサージとかね。あれはマッサージ機のリモコンです。まあ豪華っすね。よりによりのこの雰囲気は。新車だといくらぐらいなんですかこれ。新車だと1300万とか。新車で1600万。じゃあリモコンついてた方がいいか。お家が買えますもんね。リモコンだけで5000円ぐらいでしたね。そうですよね。レクサスのリモコンだからなんつって割高になってくるわけです。そう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 、ブランド代が乗っかってますからね。